どうですか？めちゃめちゃ可愛くないですか？今回は秋の1週間アレンジを紹介していきます。髪型のレパートリー増やしたいなだったり、明日の髪型どうしよう、今度の休みの日どんなヘアアレンジにしてお出かけしようって悩んでいる方必見です。だんだんと涼しくなってきて、これから活躍するジャケットだったりアウターにも合う、きっちりしすぎないけど上品な雰囲気になるヘアアレンジを1週間分まるっと紹介していくので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、で今の私の髪型はブラッシングをしてもうめっちゃ緩く巻いてる感じです。でスタイリング剤はバームをつけています。今回はこの状態から1週間分ですね、7つのヘアアレンジをやっていきたいと思います。では早速1つ目のヘアアレンジから紹介していきます。まずは月曜日。月曜日は仕事だったり学校の始まりの曜日で、朝なんかね特にバタバタしやすいので、寝癖からでもできる可愛いロボニーを紹介していきます。まずはこの頭が丸くなっていて一番出っ張っているこの鉢の部分から、斜め下に V の字になるように髪を分け取ります。こんな感じです。でこの V の字の一番下の先端の部分はだいたい耳と同じぐらいの位置ですね。でこの耳の高さと同じ位置でまず髪の毛結んでいきます。でこの時に鉢から斜め下に取っているので、この横の部分はまだ降りている状態のはずです。はい、この位置で髪を結んでいきます。でこの時に下に降りている髪の毛一緒に結んでしまわないように、一回一回手で避けながら結んであげると痛くなくていいかなと思います。はい、こんな感じです。そしたら次、この降りている横の部分を分け取ります。この部分ですね。この髪の毛を今結んだゴムの左側で結んでいきます。上に同じ位置で重ねるんじゃなくて、ちょっと左側、すぐ左横に結んでいきます。あんまりここが離れすぎても良くないので、もう真横にこの毛束が来るように結んでいきます。はい、こんな感じですね。ちょっと左側にずれてますね。はい、そしたら今結んだ髪の毛以外の下に降りている髪の毛を左右に分けます。右と左ですね。この髪の毛を次は最初に結んだ真ん中のゴムの右側で結んでいきます。これもすぐ隣に来るように結んでいきます。最初のゴムと左側と右側に結ぶゴムが隣同士で綺麗に並んでいるように結んでいきます。はい、あとは最後この3つに分かれている毛束を1つにまとめてゴムで結びます。はい、こんな感じ。そしたら最後表面の部分ほぐしていきます。まずはこの真ん中の部分ですね、真ん中ほぐしてだいたい左右に1個ずつぐらいで、その後はこの重なる部分ですね、まずは右側から重ねた部分を軽くほぐします。左側に重ねた部分も軽くほぐします。はい、であとは横の部分ですね、耳上げから1、2、3、4箇所、反対も1、2、3、4箇所。はい、こんな感じで完成です。じゃーん、前から見るとこんな感じ。このね、もう左側で重ねて右側で重ねてってやったことで動きがすごい出るんですね。もうこの髪型で月曜日からテンション上げていきましょう。はい、では次は火曜日ですね。月曜日がローポニーだったので、火曜日はゴム1個でできるお団子にしていきたいと思います。今回のお団子は太めのゴム1本あるといいかなと思います。はい、まずは髪の毛を後ろで一つにまとめていきます。この時の位置はお好きな位置で大丈夫なんですが、私はだいたい耳ぐらいの位置が一番バランスがいいかなと思っています。で今回はちょっとピシッとさせたいので、遅れ毛はあえてしまった状態でやっていきたいと思います。ただちょっとこなれ感が欲しいので、もみあげだけ遅れ毛先に出しておきます。ここがあるだけでちょっと面長さんとかも軽減できます。ここがね、何にもない状態よりはちょっと遅れ毛が出てると輪郭が綺麗に見えやすいです。はい、これで髪の毛を一つに結びます。こんな感じですね。で先に表面軽くほぐします。今回は細かめっていうよりかは面で引き出したいので、手のひら全体で頭を包んで一気にぐーっと引き出す感じ。ほぐすっていうよりかは後頭部が丸く綺麗に見えるようにする感じですね。はい、こんな感じで後頭部綺麗に整いました。そしたら毛束を2つに分けます。でこの毛先をロープ編みにしていきます。左を前にねじって右の毛束の上に重ねる、左を前にねじって上に重ねる、前にねじって上に重ねる。手が疲れてきたらこんな風に毛先を前に持ってきて同じように動かしてあげると楽ちんかなと思います。左を前にねじって右の毛束の後ろに重ねる、右の毛束の上に重ねる。このやり方でやっていってください。で毛先を持った状態のまま下からこのロープ編みをほぐしていきます。
もう片側だけじゃなくて手を入れ替えて左右からいろんな角度からほぐしてあげると、この後のお団子がすごく立体的になって可愛いので、もういろんな方向からほぐしてください。多少ねこうやってピョンピョンって出てくる毛はもう味です。これも可愛い。はい、では毛束を時計回りに巻きつけます。巻きつけるときは結構お団子潰しながら巻きつけてあげるとビョーンとした長いお団子にならないので、ちょっと潰しながら巻きつけていきます。はい、で毛先がちょっとだけこのくらい親指1本分ぐらい余った状態のところで、最初に結んだゴムを1本引っ張り出していきます。はい、でこの中に最後毛先を入れ込みます。はい、そうするとこんな感じです。じゃん、結構ねボリュームのあるお団子ができました。全体がこうタイトな感じになっているので、お団子がちょっとボリュームがあってもねバランスがいいんじゃないかなと思います。ゴム1個だけでピシッと決まるヘアアレンジになってますので、こちら参考にしてみてください。はい、では続いて水曜日。水曜日はハーフアップで大人かわいいスタイルを紹介します。まずは髪の毛を耳後ろで前後に分け取ります。こんな感じです。前から見るとこんな感じです。この髪の毛を後ろで一つに結んでいきます。結ぶ位置はだいたい耳の上ぐらいの高さがバランスがいいかなと思います。高すぎるよりは低め低めに作った方が大人っぽくなるかなと思います。はい、そしたらまず右側ですね。右側のこの毛束、この穴の中に毛束を外側から内側に入れ込むようにくるりんぱをします。はい、そしたら次反対、今度は左側のこの毛束の真ん中に穴を開けて、この穴の中に最初の毛束をまた再びくるりんぱしていきます。で毛先はちょっと下に引っ張りながらギュッと締めてあげると綺麗にギュッと締まるかなと思います。はい、こんな感じ。あとはほぐすだけ。まずは右側のくるりんぱの部分から、左側も一緒、だいたい左右3箇所ぐらいほぐしてあげると結構動きが出るかなと思います。はい、であとは最後にこの表面の部分ですね、真ん中をほぐして左右1、2、1、2箇所ぐらいほぐしてあげると、こんな感じで動きのあるハーフアップが完成です。ハーフアップはこう前から見ても可愛いですよね。ぜひこちらも参考にしてください。はい、次は木曜日ですね。月か水とちょっとお疲れ気味になっているところですが、木曜日は簡単パパッとできるのに見栄えがいいまとめ髪を紹介していきます。はい、まずは髪の毛を後ろに持ってきます。そうしたら毛束を3つに分けます。そうしたらまず左の毛束を真ん中に持ってきます。次は右の毛束を真ん中に、でこのように三つ編みを作っていくんですが、結構ゆるゆるに作ってください。左を真ん中、右を真ん中、左を真ん中、右を真ん中、ゆるゆるに作って、もこれ以上手が下に行かないよってなったところで一旦毛先まとめます。でまとめた状態で今度はさらに2つに分けます。三つ編みなので3つの毛束になってるんですけど、これをあえて2つに分け直します。でそうしたらこの毛束をギューッと引っ張って、そして髪の毛を内側に入れ込むようにくるくるとねじります。毛先の方までくるくるとねじったら、この毛先を交差させて、さらに下で髪の毛を合流させたら、毛束をゴムで留めていきます。で、この毛束は最後は結びきらないお団子で、毛先を抜き切らず、途中でストップしてください。はい、そうするとこんな感じになります。最後は表面を軽くほぐします。真ん中ほぐしたら、だいたい左右指2本分の間隔でお団子に対してこう扇状になるようにほぐしを加えていきます。はい、こんな感じで完成です。前から見るとこんな感じ、いい感じにちょっとゆるっとしたスタイルになるので、変にこの辺をほぐさなくてもちょうどいいゆるさが保てるかなと思います。これだったら楽ちんにまとめ髪ができて、いい程よいゆるさが再現できますね。ちょっと木曜日はきっと疲れ気味なのかなと思うので、楽ちんなアレンジをしてでも可愛い髪型にしてテンション上げていきましょう。はい、では続いてやってきました金曜日。土日がお休みの方は金曜日は花金ということで、お仕事が終わった後はお食事だったりお出かけする方も多いかなと思います。そういった時でもいい雰囲気が出せるようなヘアアレンジをやっていきたいと思います。まずは髪の毛を左右好きな方に一つにまとめてください。私は左側でいきます。はい、でこの時に遅れ毛出しておきます。やっぱりね、遅れ毛がこうあった方が女性らしさが余計出せるかなと思うので、花金をあえてね顔周り出していきましょう。はい、でそしたら髪の毛を一つにまとめていきます。はい、こんな感じですね。で次はこの今結んだゴムの上、すぐ上の真ん中のところに穴を開けたら、この中に毛先を外側から内側に入れ込むようにくるりんぱをしていきます。こんな感じです。
でギュッと締めます。はい、そうしたら次この最初に結んだゴムの一握り下の部分のところにゴムを結んでいきます。はい、そうしたらまたここも同じようにすぐ上のところ穴を開けたら外側から内側に入れ込む、後ろから前に向かってくるりんぱをしていきます。はい、こんな感じ。そうしたらこのくるりんぱをほぐします。下からだいたい 1、2、3箇所、反対も 1、2、3箇所、こんな感じですね。はい、下の部分はこれで終了。あとはこの辺ですね、まだピチッとしてるので耳上から 1、2、3、4箇所、反対も 1、2、3、4箇所で、後ろの部分もですね、ここもこのくるりんぱに対して放射状にほぐしていきます。まあ、大体上からこう降りてくるようなイメージでほぐしてあげるとやりやすいかなと思います。はい、そうするとこんな感じで完成です。どうですか、これだったらこのままお仕事終わりも出かけられそうじゃないですか。で、なんなら朝ちょっと時間がある方はベースで巻きを仕込んでおいてこの髪型をしておけば、仮に仕事が終わった後にこうね外しても割と巻きは残りやすいです。なんならくるりんぱしててカールされてるのでちょっといい動きが出るかなっていう感じで残りやすくなります。変にお団子にしたりとかギュッて結んだりするとやっぱりそこで跡がつきやすいんですけど、これはそもそも根元のところがくるりんぱされてて、さらに毛先のところもくるりんぱってされているので綺麗なカールが残りやすいです。まあ、多少はね巻き立てよりかはちょっとカールの感じは変わっちゃうとは思うんですが、もしこうね髪をほどきたいって時も割とまだマシになるんじゃないかなと思います。ほどいた後はまたハーフアップにしたりとか違う髪型にもしやすくなるので、ぜひ金曜日このアレンジ使ってみてください。はい、来ました。次は休日ですね、土曜日。土曜日はお出かけをするっていう方も多いと思うので、まあ、朝もね多少平日よりは時間があるかなと思うので、土曜日は編み込み風アレンジをやっていきたいと思います。編み込みっぽく見えるのに編み込んでないっていうアレンジです。はい、ではまず髪の毛を分け取るところから、この頭の丸くなっている一番出っ張っている部分、鉢の部分から斜め下に V の字に髪の毛を分け取ります。こんな感じです。横はこんな風にしっかりと残っている状態です。で、この V の字の一番下の部分はだいたいこめかみと同じ位置ですね。この位置でまず一つ目結んでいきます。はい、こんな感じです。そうしたら次、横に降りている髪の毛のこめかみの部分からまっすぐ真横に毛束を分け取ってください。この部分ですね。で、この髪の毛を今結んだゴムのすぐ上に重なるように結んでください。はい、こんな感じです。そしたら次、今度はこの下の部分ですね。今この上の部分後ろに持ってたんですけど、次はこの下の段、この部分を後ろに持っていって今結んだ毛束の上に重なるように結んでいきます。で、この時あのゴム見えてて大丈夫です。後で隠すのでゴム見えててもそのまま続けていってください。はい、そしたら次は耳下のあたりで髪の毛を分け取ります。この髪の毛も同じように後ろで結んでいきます。はい、そしたら最後ですね、残っている髪の毛を左右で分けて同じように重ねて結んでいきます。最後はねすごいちょっと抜けた場になっちゃうと思うんですけど全然大丈夫です。はい、こんな感じで最後までできたら、あとは全部髪の毛をまとめて一つに結んでいきます。で、こう一番最後結んだゴムの下に出てきちゃうゴムに関しては外してもらって大丈夫です。はい、そうするとこんな感じでできました。はい、で最後にこうゴムが見えちゃってると思うので、これを指でぐーっと下に押し入れていきます。はい、そうするとゴムが見えなくなりましたね。これで最後にこの編み込み風の部分をほぐしていきます。下の部分を支えながら下の部分から順番にほぐしていくとやりやすいかなと思います。はい、で横の部分も軽く耳上から1、2、3、4、反対も1、2、3、4。はい、こんな感じで完成です。どうですか。で、まあ土曜日なのでこの辺にね飾りとかついてても可愛いと思います。最近私はこういう大きめのクリップをあえてこんな風に留めてちょっと存在感を出すっていうのも好きです。前から見るとこんな感じです。どうですか、めちゃめちゃ可愛くないですか。編み込みしてないのに編み込みしてるように見えますよね。ぜひ土曜日にぴったりのアレンジになっていますので参考にしてみてください。
はい、では次は日曜日です。嬉しいような寂しいような日曜日ですね。日曜日は高めのお団子を紹介していきます。なんですけど、高めのお団子はちょっと抵抗あるなっていう方は低めのお団子にしてもらっても大丈夫です。高めの位置でも低めの位置でもやる工程は変わらないので、そこはお好みでやっていってください。はい、まずは髪の毛を好きな位置でポニーテールにしていきます。私は今回はせっかくなのでね、高めでテンション上げていこうと思います。で、結んだ時にこれも好みになってくるんですが、おくる毛を出したい方はこの時点で先に出しておいてくださいね。特にお団子をする時は、後からおくる毛出そうとしても、お団子作った後に出そうとするとどうしても結構しっかりお団子できちゃってるので出しにくかったりします。それがまたね、崩れる原因にもなっちゃうので、おくる毛は先に出しておきましょう。はい、そしたら髪の毛を一つに結んでいきます。はい、私はこの位置で結んでいきました。そうしたら髪の毛を一握りした部分のところにゴムをつけます。結構ちょっとしっかりめにキツキツでやった方がいいかなと思います。はい、そうしたら真ん中に穴を開けて、毛先を外から内に入れ込むようにくるりとしていきます。そうしたらゴムを指4本分ぐらい下にずらします。そしたらまた再び真ん中に穴を開けて、同じように外側から内側に入れ込むようにくるりとしていきます。はい、そしてさらにまた指4本分ゴムを下にずらします。で、こうやってどん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 下にずらしていくので、この最初に結んだゴムは結構きつめがいいかなっていうお話でした。で、髪が短い方は2回分だけでもいいんですけど、私みたいに長い方は3回目くるりんぱやっていきます。で、結構この穴開けるとこは適当でよくって、とりあえず真ん中に穴が開いてれば OK なので、あんまり神経質にならず適当にくるりんぱを続けていってください。そしたらこの毛束を反時計回りにぐるっと巻きつけます。で、この時お団子結構潰しながら巻きつけてあげると、変に縦長のお団子になることを防げるので、ちょっと手で潰しながらお団子を巻きつけていてください。で、毛先は最後お団子の一番下に来るようにこんな風に指で入れ込んでおくといいかなと思います。はい、そうしたらゴムでこのお団子の側面、この回り部分をちゃんと引っ掛けるように留めていきます。はい、こんな感じです。で、最後軽くこのお団子を横幅広げるようにほぐしていきます。あんまり縦にほぐしちゃうとビヨーンって長くなっちゃうので、花びらを作ってあげるようなイメージで横に横に広げながらほぐしてあげると、バランスのいいお団子ができるかなと思います。はい、こんな感じです。このくるりんぱくるりんぱくるりんぱって3回重ねているので、ここでほぐすときも結構いろんな動きが出て、ふわっとしたお団子ができます。で、前から見るとこんな感じですね。まだピシッとしているので、ここも同じように耳上から1、2、3、4、5箇所、反対も1、2、3、4、5箇所ほぐします。結構ゆるっと無造作に動いてる感じの方が可愛いんじゃないかなと思います。で、この下の部分も必要であれば軽くほぐしてもいいかなと思います。この表面だけがゆるっとなってて、下だけピシってなってるとちょっとバランス悪くなっちゃうので、この表面のほぐしと同じようなほぐし具合でこの下の部分もたるませると、ゆるっとさが出て可愛いかなと思います。もちろんピシってしたい方はもう全くほぐさず、ピシーの状態のままのお団子でも可愛いです。まあでもね、せっかく日曜日なんでちょっと動き出して遊びたいですよね。いや、久々に私も高い位置のお団子を作ったんですけど、結構テンション上がります。テンションはお団子の位置に比例する気もしなくもない。テンション上げたい日曜日、ぜひ参考にしてみてください。はい、というわけで1週間アレンジ、皆さんいかがでしたか？皆さんのヘアアレンジのレパートリーを増やすお手伝いができていたらすごく嬉しいです。どのアレンジも簡単で可愛いのでとってもおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。